ちら物価の優等生と言われるこちら卵の価格も今異変が起きているんです、はい、その訳を取材しました。今日9月17日は中秋の名月。お団子やすすきで楽しむ方も多いと思いますが、最近おなじみなのが月見関連の商品。大手のファストフード店の多くがこの時期に卵を使った限定メニューを販売する、まさに月見商戦状態に。その一方で、やっぱり前から言ったら随分高くなりましたね。300円近くなった。ちょっと買い気がないですね。2ヶ月ぐらい前はなるでしょうね。現在値上がりを見せている卵。仕入れ相場のグラフを見てみると、7月は1キロおよそ200円だったのが、9月には253円と2ヶ月で50円以上上がっています。これは一昨年から去年にかけて鳥インフルエンザの影響で多くの鶏が殺処分された時の相場に近づきつつあります。物価の優等生というふうに言われてた卵なんですけど、やっぱりその時に比べてやっぱ倍ぐらいの値段はついてますので、前1個10円やったのが20円ぐらいになって、1個に考えるとなかなかお財布には厳しいのかなと。こちらのスーパーでは週に2度卵を160円台で販売する特売日を設けており、仕入れ値よりおよそ50円安く販売。やっぱりその日の売れる率っていうのがかなり上がってきています。売る側としてはちょっと値段が上がることによって、赤字が増えてきている状況にはなっています。一体卵に何が起きているのか、筑前町の養鶏場でお話を伺うことができました。ここが製品倉庫です。出来上がったものをこの、やはりですね、今年は暑かったでしょう。相当暑い日が続いたので、やっぱり鶏の夏バテ、鶏もですね、暑かったら餌を食べないから、食べなかったら卵も産みません。人間もそうでしょう。なお食べきらんやったらですね、どうにもならんでしょう。だからもう卵の量も落ちてしまって、卵を産んでもね、卵のサイズそのものは小さくなる。鶏の夏バテにより卵の数は減り、また近年は餌となる穀物の価格高騰もありました。コロナ禍前から1トンあたり3万円も値上がり。50万羽を育てているこちらでは1月に800トンの餌が必要になります。つまり2000万円以上もコストが上がりました。消費者の皆さんには申し訳ないんだけど、卵の価格も少し上げないととても安いです。はい、だんだん涼しくなってきたら元の卵の量に変わっていくと思うんです、はい、そんな希望的観測のある中、卵の相場に詳しい東京農業大学元教授の信岡さんによると、価格高騰の原因は他にもあるそうです。で、上がってきた大きな要因は9月の上旬からですね、大手のファーストフードチェーンが月見商戦と称して卵を使った商材を今一斉に売り出しています。10月の上旬まで続きます。そういった需要も今出てきたんで、卵の値段も上がり始めたという状況です。卵の値上がりにダメージを受けているお店が。卵の6月と9月の単価ですね。 M サイズが1キロが299円、10キロで2900円ですね。でもう一つが9月の11日でキロが357円で3570円ですね。だいたい600円ぐらい。そうですね。昔はね、卵の値段とかそんなに気にしたことなかったんですけどね。今週に入り10キロでさらに100円の値上がりがあったというこちらのお店。卵の他にも値段が上がっているものが。価格表がさ、分かる。
1970円の1キロのチョコレートが来月から3830円になる。こんなにチョコレートも上がるんですよね。だけど倍なんです。チョコレートは倍近い値上げ。しかし卵が与える打撃の方が大きいと話します。菓子屋は卵がメインでですね、一番使う、それが一番上がるとですね、もう泣きたい気分ですよね。もう卵高いから絶対もうロスとかも出されないしですね、売り切れる、絶対残らんような感じでですね、ついやっぱ考えてしまうけんですね。あんまり高いと買っていただけないっていう風になってくるけんですね。どうしてもまあそう思いながらもまだ値上げはしてないって状況ですよね。鶏生き物ですから機械じゃないけんですね、耐える時期っていうですかね、なんとかして乗り越えていきたいですよね。なんかこう今までオムライスに2個使ってたんですけど、はい、しばらくは1個でちょっとしっかりと味わおうかなと思って、ね、だから我々の努力も必要ですし、うん、今までなんでって高くなってる理由を知ると、うん、応援の意味でも購入しようとか、そうそう、買い続けるのはもちろん ね、そういう思いにもなりますよ ね、はい、気になる今後の卵の値段なんですが、うん、VTR にもご登場いただいた東京農業大学の元教授、はい、信岡さんによりますと、これからクリスマスケーキや正月のおせち料理で卵の需要がさらに上がるため、なるほど、年内はこのまま上がり続ける可能性が高いということです、うん、それが落ち着いた年明けに値段も落ち着くだろうとの見解ということなんですけども、はい、ただまた鳥インフルエンザなどが流行したりすると相場上がり続けるかもしれない、うんね、可能性というところですよ ね、まあ、ただ暑さだったり仕方ない要因ももちろんありますので、うんうんね、その気をまあ理解しつつうまく乗り越えていきたいなというところです ね、そういう意味でもちょっと涼しくなってもらいたいなとは思いますよ ね、はい、応援しています。